皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。多目的トイレ騒動を起こしたアンジャッシュ渡部さんがですね、豊洲市場で働いているというのを、週刊誌がとかスポーツ新聞とかが、取り上げたところ、結局ですね、その取材が過熱して、もう来るなと、市場出禁になってしまったというのが女性自身に書かれているんですね。で、豊洲市場本当に出禁になったのかどうか、出入り禁止になったのかは分かりませんけれども、間違いないことは、マスコミが過熱取材をしていて、そのせいで、その再起をしようと思って働いている人の邪魔をしていると。もうこれね、本当マスコミとんでもないことで、これ、週刊文春だったかが、書いてたんですけれども、迷惑系 YouTuber を批判していて、犯罪者を晒して稼ぐ迷惑系 YouTuber っていうような言い方をしていて、犯罪者に突撃して、聞き出して、写真撮ったり、付きまとったりして、こんなひどい YouTuber がいるとかって言ってたんですけれども、マスコミがやってることはもう迷惑系 YouTuber と何も変わらないという。で、これ本当に不思議なんですけど、その有名税とか何も関係なくて、別に、渡部さんはね、別に、その有名人だろうが芸能人だろうが別にね、その付きまとわれて取材をされる筋合いはないわけですよね。例えば政治家とかね、だったらちょっと別かもしれませんけれども、一民間人をね、しかも、やったことは悪かったにせよ、もういい加減っていう感じですよね。しかもこれね、やったことを、法的な犯罪には問われてないはずですよね。これね、っていうのもありますし、もう本当にいい加減、この、なんていうか、芸能人だからとか、有名人だからって言って、平気で盗撮、盗聴を突撃して、でね、本人だけではなくて、その市場にまで迷惑をかけるっていうのは、マスコミを処罰するような何か方法がないと、もちろんその取材っていうのは非常に大事で、何かね、不正を暴いたりっていうこともあるので、何でもかんでも報道なり取材なりを規制してしまうと、それはもちろん弊害があるんですけれども、とはいえ、ちょっとこれは行き過ぎっていうか、プライベートの侵害でしかないのかなっていう気がします。それにしてもね、もういいんじゃないか。もうそんな復帰を阻むようなとか、ことをね、マスコミが追いかけなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。